はるなママとあーしょーぼ。今日は業務用スーパーで買った冷凍のポテトと冷凍のブロッコリーを使ってクリスマス用にサラダを作っていきたいと思います。まずはじめにブロッコリーをレンジで温めたいと思います。ブロッコリーを耐熱容器に入れて軽くラップをして600ワットのレンジで3分加熱します。ヘタを取って部分を下にして真ん中よりちょっと上の方を切ります。こんな感じです。したら水気を取っていきます。こんな感じです。置いときます。ではポテトを600ワットで4分加熱します。の水分を取って卵を半分に切ります。この上に感じでピックで刺します。これはちょっと置いときます。次はポテトを潰します。塩コショウをします。潰します。冷めるまで待ちます。業務用スーパーで買った生ズワイガニを食べていきたいと思います。これは何キロ750g 入って3900円でした。これをボイルしていきたいと思います。クリスマス用にサンタクロースのおろし鍋を作っていきたいと思います。まずはじめに大根と人参を全部すりおろします。まずは擦ります。全部擦ります。
1本すりおろしました。約13分かかりました。次は人参いきます。人参もすりおろしました。白菜を切ります。で軽く水洗いします。豚バラスライス、豚バラ薄切り肉を白菜の中に入れていきたいと思います。こんな感じでミルク鍋ができました。これに今からサンタさんを作りたいと思います。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンよろしくね。他の動画も見てね。Twitter、Instagram、春菜チャンネルも見てね。バイバイ。